はい、どうも、りょうへいです。今日はですね、今並んでるね、アブガルシアのリール。で、アブガルシアって見た目がね、すごい似てるんですよね。だから、いろんなリール使っても、セッティングが違うと。なおかつ、パーミングした感じ。リールを握り込んだ時の手のひらのフィーリングっていうのがほとんど変わらない。だから、どんなタックルを使っても、同じフィーリングで、釣りができると。共通ボディっていうのは、それ以外にも、部品が共通であったりだとか、見た目が違うんですけど、ブレーキのね、性能っていうのを変えたい時とか、そういう時にいろんな選択肢ができると。今これはね、ウルトラキャストと。このマジョーラのね、カラーがすごい気に入ってて、ただ、純正のスプールがね、すごく浅いんですよね。ベイトフィネス用のスプールがついてますと。で、これにはPE を巻いて対応してるんですけども、ナイロンを巻きたいという時に、今はね、このDEEZ8のスプールを装着してます。これは14ポンド 100m のラインキャパがあるスプールなんですけど、これはね、他にもね、ALC やったかな、SLC やったかな、のマグトラックスのスプールも14ポンド 100m っていうのがあるんですけど、それはね、ちょっと重たいんですね、スプールが。12g ぐらいだったかな。で、このスプールは確か 7g か 9g かなんかそういう風に、ちょっと軽いんですよね、DEEZ8のって。だからこれをね、好んで使ってます。ただね、そのためだけにこのDEEZ8を揃えるっていうのはね、ちょっともったいないんで、そういう場合は、ウルトラキャストを買って、スプールがね、7000円ぐらいなんで、この 32mm スプールに合うようなスプールを別で注文すると。マグトラックス3なんで、同じマグトラックス3のスプールであれば、ワンタッチで装着できると。メーカーに聞いても、互換性があるないっていうのは答えてくれなかったんで、それはね、自分で見つけていくしかないです。ただ、アブガルシアのリールっていうのは、大体今現行で出てるのって、大きく2つ。この部類ね。こういう DEEZ8、MG Extreme、ウルトラキャスト、BF8。これは高さが 38mm なんですよね。38mm のリールです。で、こっち側は高さが 40mm のリールになります。第4世代っていうかな、この、レボ4っていう風に書いてあるのが目印になってくると思います。ホームページに見てもらったら、どれが 38mm でどれが 40mm っていうのは書いてあるんで。他にもね、最近はビーストとかっていう糸がね、いっぱい巻けるリールが出てきたんで、それはね、高さが 43mm だったかな。ちょっと大きい。30ポンドが 100m ぐらい巻けるような大きいリールになってくるんで、それはちょっとね、今回持ってないんで省かしてもらいます。ということで、まずね、大きく、アブガルシアのリールっていうのは2種類あります。コンパクトで軽量なボディと、少し大きくて糸巻き量が多い堅牢なボディという風に2種類あります。その中でも、ブレーキシステムっていうのが色々と変わってきます。例えば、このレボね、ブラック10。これなんかはマグネット。これマグトラックスっていうマグネットブレーキの名前なんですけど、こういうマグネットブレーキのシステムが一つ。このレボロケットとか、レボ SX とか、この辺はインフィニブレーキっていう遠心力ブレーキとマグネットブレーキが両方搭載されているモデル。で、これはね、サイドカップに落下防止がついてるモデルなんですけど、レボ SX なんかはブラック10とかと一緒で、これね、ついてないです。こういう感じね。これがインフィニブレーキ。遠心力とマグネットがついてる。最後にこれね。これが遠心力ブレーキという風に3種類あります。マグネット、遠心力で両方ついたインフィニブレーキという風に3種類あります。細かく分けると、この遠心力ブレーキも周が6個あるじゃないですか。これはね、MG エクストリームというリールなんですけど、これなんかはね、ブレーキ周が4つになります。その分スプールがね、32mm で、軽かったりするんで、4つ、6個。この違いはね、スプールの重量によって、ブレーキそこまでいらないということで、4つになってるんだろうと思います。そんなにね、ブレーキ4つだからって言って弱すぎることはないです。逆にこっちで6個全部ね、解放してるんですけど、これね、ブレーキが強すぎるっていうことはないです。6個全部解放で僕はちょうどいいぐらいですね。はい、こういう風にね、アブガルシアのリールって種類が多い。ダイワのね、これアルファスっていうリールなんですけど、ダイワはマグネット一択ですね。これはね、アルファス SV っていうモデルなんで、ストレスフリーバーサタイルスプールという名前の単性の低いスプールになってます。これはね、非常にバックラッシュがしにくいモデルになってて、ダイワはこの SV スプールか通常のスプールか、ほぼ2択ですね。あとはね、ハイパーロングキャスト、HLC とか、タトゥーラなんかはこのシャフトがね、長いモデルだったり、これはね、シャフトがないモデルなんですよね。いろいろね、そういう細かい違いはありますけど、ブレーキシステムはマグネット。一択です。で、互換性っていうのはほとんどないです。これとスティーズが使えるかって言ったらそうでもないですね。ただスティーズと、何やったかな、ジリオンの SVTW とかはスプールの互換性があったりするんで、まあその辺はね、自分で調べていくしかないですけど、他の機種で互換性があるっていうことはほとんどないですね。次ね、シマノですね。シマノのリールっていうのは、これはバンタム MGL っていうリールなんですけど、これね、遠心力ブレーキ。シマノといえば遠心力ブレーキというぐらい、まあまあほとんどのリールが遠心力ブレーキになってます。で、その中でもまあ例外なのがこのね、アンタレスを代表するようなデジタルコントロールブレーキと、音がねちょっと聞こえるかわかんないですけど、こうピーっていう音ね、これが中でねデジタルチップがブレーキを調整しているような音になります。で、これはね DC っていうのは比較的高いですね。通常は遠心力ブレーキを皆さん買われると思います。大体ね、他のメーカーは決まってます。ただアブガルシアは3つあると。しかもボディが、ね、共通してたりしてなかったりっていうのがあるんで、選ぶ時にねちょっと迷うんじゃないかなと。実際に僕もね、どれにしようかな、インフィニがいいんかなと、マグネットがいいんかなとかっていう風にね迷ってしまうことがあったんで、僕なりの選び方っていうのを紹介したいなと思います。で、まずはボディのサイズ、まあギア比っていうのはいろいろありますけどね、これは1回転で 1m、これは1回転で 80cm、これ 70cm っていう風に、まあギア比は多少ね違ってくるんですけど、その辺はね今回ちょっと割愛させてもらいます。まずはね、ボディ、遠心同士のこの2つ、 MG Extreme とレボアイクという風になってるんですけど、これね16ポンド 100m、20ポンド 100m、 ラインキャパは多少違うんですが、どっちもね太糸に対応してるというところで、使い勝手というか用途がね被ってくるんじゃないかなと思います。で、選ぶ時にやはりね、こっちはねどうしても軽いで、ボディがねマグネシウムボディなんで海では使えないです。淡水専用になる。で、こっちはメタルボディなんで海で使用することもできます。まずね、そこで海で使用するか淡水で使用するかで選ぶと。だから淡水しか使用しないやったらこっちでもいいし、こっちでどっちでもいいと。海で使用するんやったらもうこっち一択になってきますよね。あとはね、こっちが重いんでタックルのバランスによります。まあ6フィート半とかね、6フィートちょうどぐらいのショートレングスのロッドを使う分にはこっちがいいと思います、バランス的にね。で、7フィート近くなってくるとやっぱり竿もね重量が出てくるのと、あとはね強いロッド、ヘビーとかミディアムヘビーぐらいになってくるとこっちがいいと思います。ミディアムライトとかね、軽いとか短いとかちょっとね竿が軽くなる要素があれば、こういう 38mm のモデルで、竿が強くとか長くなってくるとこの高さが 40mm のモデルという風に使い分けれると思います。で、このマグトラックスっていうブレーキ、これもね 38mm と 40mm で違うんですけど、まあこれはねギア比が全然違うんで用途が違うんですけど、もしこれが同じギア比であったとしたらこれも一緒で、これがどっちか言ったら、弱いとか、まあショートレングスのタックルに僕は合わせてます。で、こっちは7フィート前後のね竿に合わせるとか、ミディアムヘビー、ヘビーっていう風に強くなってくるとこっちを選択することが多いですね。ということで、まあボディのサイズとこの竿のバランスでまずは選んでもらったらいいと思います。で、その中で細かく言うとブレーキ性能の差があります。ということで、まあこのねちっちゃいモデルは置いときましょう。こっち、これインフィニブレーキで、これマグトラックス、これ遠心です。これねどういう風に使い分けるかなんですけど、まず軽量ルアーを扱うかどうかっていうので、 5g からのルアーを扱うってなったらもうマグトラックスです。7フィートちょうどぐらいとか6点のミディアムで1本でバーサタイルに何でもしたいなってなったら、このマグトラックスを選ぶことが僕は多いです。で、 7g、10g ってなってくるとこの遠心だったりインフィニブレーキだったりっていう風に選択するようになってきます。で、その中でも比較的重いものばっかりを扱うんであれば、このインフィニブレーキがおすすめです。例えば重いものというか抵抗のあるものやね、スピナーベイトとかビッグベイトとかちょっと抵抗のあるものを投げるときはこのインフィニブレーキがおすすめです。まあなぜかっていうと、やっぱりね遠心力とマグネット、この2種類のブレーキを駆使することで、いろんな状況、風が吹いてるとか追い風向かい風、まあスピナーベイトだったらラバーがあるとかね、その中ででっかいバイブレーション投げると、まあマグネットをゼロにしてとかいう風に、まあその場その場投げるルアーによって細かくセッティングを変えれるんで、僕はこれがおすすめ。重めのね2分の1以上とかのスピナーベイト、それからビッグベイトはこのインフィニブレーキがおすすめです。で8分の3前後の抵抗のあるルアーを投げるときはまあこっちかな、まあ、クランクとかでもいいですしね。とにかくこれは中距離から長距離を扱うときに遠心力がおすすめです。でこれが近距離から中距離ですね。だから琵琶湖のヘビキャラなんかするときはこれかこれかな。こっちインフィニブレーキを持ってるんやったら僕はインフィニブレーキをおすすめしますし、まあ、これがないんやったら遠心をおすすめしますっていう感じの選び方で僕はやってます。というのもまあ琵琶湖でねヘビキャラやった時にね、マグネットをねちょっと遠くの方でこうもたつくというか、スプールの伸びがねあまり良くない、こっちの方が使いやすかった。まあキャストフィールがいいっていう感じですけどね。で普段は遠心を使ってますね。まあ何でも使えるっちゃ何でも使えますね。普段はねちょっと強めのスピニングとかを持っていくんで、あとはまあベイトフィネスじゃないですけど、ウルトラキャストに14ポンド巻いてベイトフィネス風に使うような使い方をするんで、まあこの2つでいくとまあカバーできる。ただおかっぱりで1本でどうしても行きたいと、淀川とかね霞ヶ浦と1本で行きたいってなったらマグトラックスブラック10とか、まあ、このウルトラキャストもそうですし、 DEEZ8 なんかはスプールがね特別軽い。ただこのスプールだけっていうのは発注しようとしたら、まあ、半年ぐらいかかりますと。まだ発売されたばっかりなんでちょっとねいつ入荷できるかわからないですっていう風にメーカーの方に言われたんで、もしねこの軽さを求めるんであれば DEEZ8 を買うしかないです、はい、これに14ポンド巻いとけばほとんどカバーできるかな。おかっぱりであるほとんどの釣りに対応できると思います。僕がよく使うギア比っていうのがこの 8.0 対1。1回転で80センチ巻けますよっていうモデルをよく使います。で、このモデルは、まあ、巻きにも使いやすいし、打ち物にも使いやすいと。巻き物はね、ローギアでやる人いるんですけど、ローギアやったらね、どこ巻いてるかわからなくなってくるんで、ちょっとね、ギア比を高くして、ハンドルの巻き抵抗を少しね、高めてやると。じゃあ、この中で初心者の人が買うなら、どれがいいか。今ね、もうこの、MG Extreme はね売ってないんですよね。もしかしたらね中には売ってると思うんですけど、右と左と1000台ずつの限定販売やったんで、ちょっとねこれもしかしたら、ね、もう手に入らないかもしれないですね。もし買うなら初めての竿ってだいたい6フィート半ぐらいが多いと思うんで、 DEEZ8 がいいんやけど、これね結構高いんですよね。高いで値段で言うとやっぱりねこのレボ SX これがいい、これがいいかな。その次にまあ、意外に良かったんがこのギア比10のモデル。これでトップゲームとかめっちゃやりやすいよね。だからブラック10、レボアイク、この辺かな。こっちはねちょっと用途が限られてくるんで尖ってるんでね、性能が。 DEEZ8 がねもうちょい安ければねおすすめするんですけどね、ちょっとね値段がするんで、まあなかなかおすすめしにくいですね。このレボ SX なんか実売でね1万円ぐらいで売ってるし、このレボロケットに関しては中古で言うと2万円ぐらいで売ってるのかな。ブラック10はね2万5000円3万円ぐらいするかな、もしかしたらね。これはねまだ中古見たことないですね。レボアイクは MG Extreme なんかは1万5000円ぐらいで多分中古やったら売ってると思います。2万円ぐらいするのかな多分。実売で新品の時で実売で2万2000円ぐらいやったんですよね。バンタムクラスで意外に軽いもんまで投げれるんですよ。16ポンドを 100m 巻いてるんですけど、意外にね 5g のプラグとか、まあピッチングぐらいかな。まあ総重量 5g、まあ 2g ぐらいのスモラ版にトレーラーつけたやつはちょっとね厳しかった。そういう時はまあ DEEZ8 もうバッチリ。ちょっとお金あって1台で何でもしたいっていう人は DEEZ8 がいいかな。で初心者の人でまあスピニングも持ってますよと、まあおそらくスピニングとベイトと1本ずつ持ってるはずなんで、そういう時はもうこれレボ SX これ安いんでね、安くてインフィニブレーキっていうのでセッティングを出す。まあ初心者そうやな。でも初心者ってセッティング出すの難しいもんな。まあ僕の動画見てもらってバネのチューニングとかもしてますし、まあそこにねブレーキの設定書いてあるんで、それを目安に設定してもらったらいいと思いますという感じですね。でこのレボロケットとこのブラック10ね、僕の動画で紹介してますけど、まあ概要欄にねリンク貼っときますけど、これねスプールとブレーキシステムをスイッチすることができるんですよ。ちょっとねややこしいんですけど、これもう取っちゃうじゃないですか。ロケット取っちゃうんですよ。入れるんですよ。でねサイドプレートはねこうレボ SX が共通ボディなんで、これがね合っちゃうんですよ。ほらこれでインフィニブレーキに変わりました。こういうね、改造ができる。だから、この赤が嫌な人は、こういう風にね、ガンメタなんですよね、ちょっとね。メタリック感が出ててね、すげえかっこいい。まあ、このね、見た目でやりたい人は、こういう風にしてもらったらいいのと、まあ、ただ注意しなきゃいけないのが、レボ SX とブラック10では、このスプールのシャフトの形状がちょっと違うんですよね。ロケット10とか、ブラック10っていうのは、まあ、ギア比が10ってことで、合成を持たせないといけない。ということで、このシャフトスルーやね、シャフトスルーの機構を取ってるみたいです。はい、ということで、まあ僕なりにね、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、アブガルシアの、まあリールの選び方についてちょっと喋らせてもらったんですけど、まあアブガルシアってね、このレボっていうシリーズ、共通ボディを使ってるっていうところで、まあ改造の幅がね、すごい広い。だから自分好みにチューニングすることもできるし、なんならね、新商品が発売するじゃないですか。それを買わずして、まあ似たようなスペックを作れるということもできます。例えば、レボ SX に、これはね、7.3 対1なんですけど、これに 9.0 対1ぐらいのギアを組み込めば、ブラック9になるわけですよ。で、見た目は SX ですけどね。そういう改造方法もあるし、まあこのね、スプールを変えて、これをマグトラックスにすることだってできますよ。まあレボアイクみたいなね、遠心ブレーキのスプールとかをこう交換してしまえば、遠心力ブレーキにすることだってできるんですよ。まあそれは部品をね、釣り具屋で注文すれば可能です。スプールなんか7000円ぐらいかな。ヤフオクとかメルカリで中古で出てる場合もありますし、まあその辺はね、いろいろネット調べてみたら、玉数が多いんで、結構出てます。まあ、そういうね、チューニング方法っていうのはね、いろいろ試してみたらいいんじゃないかなと思います。あ、それとね、最後に一つ。あれ言ったっけ？この二つは、ボディがマグネシウムです。だから海水使用ができないんで、もしね、海でもね、使いたいっていう方は、ウルトラキャスト。こういうアルミボディを買うようにしてください。それからこのコルクもね、海水に使ってしまうと痩せたりしてしまうんで、海でやっぱりね、使うっていう方は、このエバグリップにした方がいいと思います。腐食してしまうんでね、その辺注意してくださいね。だから扱いが難しいですよね、この2つは。海でも使いたいなと思ってたら、もう必然的にこっちになりますよね。という感じです。ちょっとね、長くなりましたけど。まあまあ僕はね、こういう風に選んでます。シマノの方が巻き心地いいじゃないですかとか、ダイワの方がバックラッシュしませんよって、全部使ってるから知ってるんですけど、やっぱりね、このダイレクト感っていうのかな、味よね。アブガルシアを使う人多分味っていうのが、とか、釣りを楽しむ方向性がちょっと違う。道具との一体感みたいなのを求めると、こうアブガルシアがいいんじゃないかなと僕は思いますね。はい。ということで、本日はこんな感じで終わります。この動画がね、少しでもいいなと思ったら、はい、グッドボタン。それからチャンネル登録もよろしくお願いしますと。はい。ということで、本日は以上になります。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。